回目の吹き漆なので、あの地固めって言って木にしっかり漆を吸い込ませて吸わせてやって塗装全体の強度を上げてやると、そういう狙いもあるので、なおさら使う漆の量は多くなるっていう感じですね。テレピンで薄めるというか薄めてよくかき混ぜます。狂い修正マルトレーの裏側の部分、ここを技などは必要ないので手早く全面に塗ると、この感じ。どうしようか、今ちょうど梅雨真っ只中ですね。なんですけど、今ここに来ていよいよ梅雨前線が近づいてきて、かなり蒸し蒸しと蒸し暑い体感の気候になってきました。実際湿度もすごいので、漆を硬化させる、塗った後ね、硬化させるっていうその工程に関してはとても早く固まってくれるので、そうですね、漆作業の進行具合としてはとてもテンポよく進んでいくんじゃないかという感じですね。一旦しっかり吸わせて、まあ、ちょっと置いとくような感じですかね。吸い込んだり塗ってからすぐ拭き取るのでしばらく置いて吸わせてから拭き取ると。1回目の拭き漆の場合は、まあ、生地固めの時はこういったもう一度以前ね使った使用済みの拭き取り紙を使って拭いてやります。新品のまっさらのやつは使わないでも大丈夫ですね。まっさらのやつを使う時っていうのは本当最終段階、もう本当最後の最後の拭き漆作業の時に、まあ、なるべくホコリをつけたくないっていうことで新しい拭き取り紙を使うようにしています。74%、ムシムシです。じゃあ続いて他のものもどんどん塗っていきます。しっかり吸わせてやりましょう。で、この丸皿とお椀とこのさじは最終的には
まあ、まず真っ黒にしてやって最後には、白漆を薄く白漆を擦り込んであるようにしてやってグレーのような仕上がりになる予定です。白漆っていうのはねなかなか僕は個人的には白漆の仕上げっていうのは好きでよくやります。実際家で使っているものも白漆のものは結構あってそうですね黒も使いやすいんですけれどもそれに負けないぐらいというか白は白でね柔らかい雰囲気が出せるのでとても気に入っています。黒はねカチッとビシッと引き締まるみたいなねで料理とかを盛り付けてもその食材の色とかがものすごく鮮やかに映えて見えるのでそれはそれでまた、うん、かっこいいんですけれども白はね柔らかくてとても使いやすいです。まあ色がね白ということでやはり長く使い込んでいくとちょっとずつ、まあ、乗せた食べ物の色っていうのがどうしてもやっぱ色移りっていうのはちょっとずつ積み重なっていくっていう感じになるのでその辺の色の変化もうほんと長く使い込んでいくとそういう色の変化具合っていうのがまたどうしても出てくるんですけれども、まあ、それはそれで経年変化ということでね長く使ってきたんだなっていうものが感じられるものだと思うので、まあ、必ずしもすごく汚らしいなっていう風なものになるわけじゃないのでその辺は安心してもらって大丈夫かと思います。楽しみに使ってどんどん使っていただければと思います。漆っていうのがもともと木の樹液なんで漆の木の樹液なので木材との相性はやっぱすごくいいんですよね。もともと同じ仲間ので漆の木の樹液漆の木の樹皮の部分に傷がついたりしたら要はそこから樹液がにじみ出してで空気と触れると固まっていくと要は傷口をこの漆がこうかさぶたのように固めてやって傷口を塞いでくれるっていうそういうやつなんですよね。このかさぶたっていうのがこの漆が硬化して出来上がる漆の樹脂になるんですけどもそれがまあ強力なわけですよ。頼もしい。吸って拭き取ってっていう様子ですね。まあ、こんな感じで、そうですね。今のこの湿度とか気温の状態でいくと、まあ、明日の午後には一旦しっかり硬化した状態になるので、その続きのまた2回目の拭き漆の作業は進められると思います。
ということで、まあ、またこの続きやるときはね、また紹介していきたいと思います。じゃあまあ今回はこの辺で、バイバイ、じゃあねー。